敵なニコだよ。今回はこちらのコンテージョンという映画を伝えたいと思います。この作品はとてもリアルん、とてもこの映画は感染がどんどん爆発していく映画です。で、これは2011年に作られた話なんですね。感染の現実が今の新型コロナウイルスと共通点がいくつもあります。スーパーに人が押し寄せたり、薬局にすごい薬はどこだとかなったり、デマがなって、この薬は正しいとか、そういうのが今のと似ているので、私もちょっと怖いなと思いました。私もこの映画を見て、武漢で感染が流行して流行っている時だったんですけれども、私も今スーパーとか行く時は手袋やちゃんとマスクもしたり、飛沫感染なども多いので、エレベーターの時はこうやって目をかけて積もってみたりしているので、こういうとこで感染するんやなっていうのが分かっていたので、お手本になる映画です。私もそれでステイホームができているので、皆さんもぜひぜひ見てみてください。ソダーバーグ監督はオーシャーズイレブンやエージェントマロニーなど数多くの作品を作っているので、皆さんも見てみてはいかがでしょうか。次回もいろいろな映画を紹介するから、みんなも見てね。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価、いいね、よろしくお願いします。バイバーイ。